で、こちらがギブソン J45 バナーですね。1942年製の初期個体で、こちらがトップがスプルース、トップになります。こっちが、まあ通常の一番多かったスペックですね。やっぱりアタックがカチカチっとしっかり歯切れのいい音が。明るくてパワーのある感じですね。やっぱりまあネックもゴム太なんで、年式らしいごつさ、太さっていうのがあるんですけど、加えてトップが、まあ、少し硬質な木なので、アタックに効いてきて、輪郭のある音っていうのがメインになってますね。こちらが J45 バナーヘッドの1944年製です。先ほどのスプルーストップと違って、こちらはマホガニになっているんで、少しアタックがの硬さが緩和されてウッディーな温かみのあるサウンドになってますね。若干丸いのもあってローが強調されているような感触になります。でも太い音が出せるんで、なかなか面白いですね。スプルースとマホガニでもかなり印象で音、タッチの感触が変わってくるので、お好みで使い分けられるんじゃないかなと思います。個人的にはスプルースがストロークには虚弱が出せて、なかなかバランスよく使えるんじゃないかなとは思うんですけど、マホガニもなかなか個体が希少なので人気がありますね。ぜひどちらも在庫してますのでお試しください。